よーよーよー、皆さん調子はどうでございますでしょうか。どうもピーマンです。はい、今週もやってまいりました。月曜日の二軍ペナント実況、ウォーモン。今週も元気に楽しくやっていくぜベイベー。そしてこの実況から二軍ペナント実況5年目突入だーい。これから5年目のね実況していきます。5年目シーズンこそはリーグ優勝&日本一、この2つを果たしましょうよ。そしてですね、この二軍ペナント実況は5年目で一旦終わりにしたいと思います。このシーズンで終わりです。ただこのシリーズ自体はまだまだ続けていきますよ。シーズン2と題しましてですね、また、新たな二軍ペナントチームを作りですね、また一から始めていく予定でございます。ただこちらの今やってる二軍ペナント実況は先ほど申した通りこの5年目で終了にしたいと思います。理由はですね、やっぱ現実のね実在選手が少なくなってきたというのがあるんですよね。ペナント5年もやってればね、ベテラン選手だったり中堅の選手がだんだんこういなくなってくるもんで寂しいんでね。だからまた新しく初めて、シーズン2と題しましてやっていく予定なので、これからのお楽しみにね。ただこれから5年目の戦いが始まりますから、そちらの方も注目してくれよな。じゃあまずはオープン戦を見ていきましょうか。オープン戦の方はプレイいたしませんのでね、スキップでいきましょう。今季のベストオーダーはこんな感じでやっていくからね。もうこうね、4年目のオフシーズンでは陽大館とそして前剣が取れたからね、もう最高すぎるんだよみんな。前剣がうちのチームにやってきたんだぜ。うちのチームの先発陣ローテーション見る？見ちゃう？見せちゃうよ。なら見せちゃいます。見せちゃいましょう。見てくれ。ぜひ俺のやらしい部分を見てくれ。それはまたちょっと違うね。はい、現在のローテーションはこんな感じですよ。見てもこれ恐ろしいでしょ？対決したくないでしょ？ねえ。ダルビッシュ、金子千尋、前剣に斎藤佑樹、能見さんおるからね。前剣が3番手の投手とかも凄すぎるでしょ。いや、二軍ペナント実況も今季はリーグ優勝以外、そして日本一以外はありえないね。これでもうどちらもできなかったら俺は泣くよ。大泣きしますよ。泣いて泣いて泣き叫ぶわ。声がガラガラになるくらい泣くからね。よろしく。さて、今日の先発オープン戦ね。まあ、オープン戦はね、別に勝たなくていいよ。勝つ必要性はない。シーズン勝てばいいからね。陽大館も来ましたしね。陽は3番で使っていく。おー、オープン戦。おー、葵ちゃんも抑えてくれたね。ナイスだ。勝利投手になってるね。サクセスキャラクターも今季も使っていきますからね、当然。うわー、一郎の能力がすごい下がってきてる。嘘んでしょ、一郎。頑張れ、踏ん張るんだ。僕が作ったね。一郎ですが、ちょっと能力がかなり衰えてきてるね。今年で43くらいだったかな。40も超えてるね。うん。年齢の方もの実際と同じようにしてるんでね。さて、オープン戦最後の試合です。以後、勝てるか？今日の先発は前剣。あー、2対2か。どうした？打撃陣と言いたくなるね。もっと爆発力があるだろう。まあ、ただオープン戦ですからね。オープン戦なんで、別に勝つ必要ないかなって。大事なのはシーズンの試合で勝つこと。そう！ 5 年目のペナントレース開幕でございます。さて、開幕戦の相手はどこになるんだろうな。セリーグが開幕、パーリーグ開幕、セパ同時開幕ですよ。あ、来ました来ました。5年目の開幕戦の相手は広島。広島は前年1位のチームだからね。もう負けることは許されない。今回の実況ではね、一試合丸々ピーマンが実況していきたいと思いますので、プレイしていきますのでね。今日の先発はダルビッシュ。ただちょっと待てよ。ベストオーダー組んでる荻野が今日調子悪いな。まあいいでしょう。うん、このベストオーダーで戦う。あ、でもキラーもね、キラーが調子いいんだな。どうしようかな。開幕数1戦目からベストオーダーを変えるっていうのもなんだけどね。これちょっと今日はキラー入れよう。だって1戦目は勝ちたいもん、俺やっぱ。1番矢田でいいでしょう。キャッチャーの矢田ね。1番キャッチャーってチームなかなかいないと思うんだけど、足も速いし3割打てる打力もあるからね。じゃあこれでやっていこうよ。試合開始だ。開幕戦です。負けられない戦いが今ここにあります。開幕投手は3年連続ダルビッシュ。ダルビッシュも本当ね、この3年間、2年間よくやってきてくれましたよ。でもね、それはね、チームのリーグ優勝には繋がってないんですよ。本当なんで2年目リーグ優勝できたんだろうね。俺、それが不思議で仕方ないんだけど、なんだったの？あの2年目のリーグ優勝は。本当あれ1回できたんだよな。恐ろしいね。あれなんだったんだろう。奇跡が神っているもんだね。あそこで神が降りてきた。よし、来た！セリーグ開幕戦。いや、もう広島には前剣がいませんからね。前剣は4年目の FA で我がチームに来ましたから、誰だ池の内って知らねえな。開幕投手で無名投手を使うんじゃねえ。
さて行こうか。はい、1番矢田、今日のリードオフマンですよ。まあベストオーダーでは荻野を入れてますけどね、やっぱ開幕戦は勝ちたいため荻野ね調子悪かったんでね。荻野ももうこれ初期からずっと入れてるメンバーですね。先ほど言った通りね、またこの5年目終了したらシーズン2と題しましてですね、新たな2軍チームを作ってやっていく予定ですが、荻野もまた入れて おかないとね、荻野も入れていこう。荻野は引き続き入れていく予定だって優秀だもんね。あーしかしここはバット折られてサードフライ、うわー抜けてほしかったな。落ちてたらツーベースあったぞ。さーて今季もエンジェルはいますよ。六道ひじり、うわーこれは簡単に打ってのファールフライか、頼む。よしよしファールゾーンに入ったね。いやいやこのエンジェルは全然3割打ってますからね、非常に優秀だよ。出塁率も3割7分ありましたしね。前年のねチームの成績は動画の説明欄に貼っておきますのでぜひ見てくれ。うーんしかしここは抜けずツーアウト。おー来たよ陽大館、これは先ほど言っている通り4年目の FA で、我がチームに来た選手ですが、おーどうだ、あー失投うまく捉えた、ナイス。これで2アウトランナー1塁、陽大館今季初ヒットだね。ここで中島ですよ皆さん、中島中島本当にもうねパワプロの中島、この2軍ペナントの実況の中島めっちゃ打つんだよね。素晴らしいバッターだよ。現実はちょっと違うけどね、現実の中島はこんなに打たないけどね、でもゲームの中だと異常に打つの、なんでだろう。ここは外から入ってくる変化球を当てたがセンターフライ、1回は点入らなかったね。まあ1回から点入れるつもりはなかったから、まあありましたけどね。よっしゃ投手で抑えていきましょう。あ菊池じゃないか。さて先頭バッター菊池、おう、はっはっはっ、なんでなんで川崎何しとんねん、開幕戦からお前開幕のファースト守備から何しとんねん川崎、ちょっと待ってくれ、川崎守備能力どうなってんだ。うわー結構落ちてるな。いや今のエラーはないだろう、セカンド真正面のライナーじゃないか、ムネリー。川崎もね中島もそうなんですが、これ1年目の FA で取った選手なんですよね。違う、海外移籍選手で帰ってきたところ取ったんですが、どちらともね悲しいこと能力がすごい落ち着いて衰えてきてるんだよね、うん、川崎なんてね2年目こっちのチーム初めて来た時は首位打者だったかな、あ最多安打取ったんだよね。打率も3割4分5厘と打ったんですけどね、もう最近は衰えて3割は打てないね。前年なんて2割2分だからね、ムネリンがものすごく衰えてきてる。そしてピンチどうする、サードランナーは菊池だからね足も速い、引っ張った打球はよし、ショート真正面、中島真正面ですよ。中島真正面どういうことだ中島が真正面って気持ち悪いな。引っ張った打球はサード取ってイエース、1回ちょっとピンチを招いたね、川崎のエラーからピンチを招いたが、ダルビッシュは、無失点のピッチングだ。いやいやもうエラーは勘弁願いたいね、いくら俺ムネリン大好きだけどさ、もうエラーする選手というのはもっと嫌いだからさ、それ以上に嫌いだからね。だからムネリンとはいえ外すよ。んーここは簡単に打ってのセンターフライだね、残念キラーでは打てず。次やべ、はいサクセスキャラのやべですよ。あこれねサクセスキャラもねこのシーズン2でも入れていきたいと思いますのでね、うん、しかしやべここはあっさり打って凡退2アウト。今成は今季はサードスタメン起用で使っていく予定ですね。もう今成は能力自体もねこれもうペナントも5年経ってるわけですから、かなり能力がね強くなってる。今現在ミートが B やったかな。うーんしかしここは凡退だ、ダメダメダメ。さて2回行こうか。いやもう点を与えるつもりはないからね俺は、ダルビッシュですから、エースダルビッシュですよ。あそういやなんかダルビッシュが変な商売始めたね、なんかフェイスブックでダルビッシュになんか聞けるっていうのね、月額1万円制でやってたよねいくら暇とはいえなんか変な商売始めたからびっくりしたよ。でも皆さんねダルビッシュに聞きたいことあったらぜひ聞いてみたらどう、投球のねあの技術なこととかプライベートなこととか教えてくれるんじゃない。ただ月額1万円だからね、月1万円だぜみんな
気軽に手を出せる額ではないね。ただダルビッシュファンはね、ぜひ聞きたいことあったらやっとくべきだよね。こういう機会だしね。本当に本人が答えてくれるかどうかわかんないけどね。月額1万円なら文字とかじゃなくて電話とかだったらねわかるけどね、ダルビッシュと直接喋れるっていうならわからんこともないけどね。文字だけならちょっと別にいいやってなるね。よし、川崎ナイス、ツーベース行こう、ツーベース行こう。ナイス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 ナナ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 ナイス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 ナナ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 イス。謎のテーマ曲が始まったよ。はい、バント、送りバント、よしよし、芸術的な送りバント。さて、もう終わった、試合は決まった。ここでやだ、ワンアウトランナー三塁、もう犠牲フライで1点だからね。川崎の足を考えれば、まあ能力は衰えてますが走力はまだ C あったと思うんでね、十分いけるでしょう。内野ゴロでも1点が入る。とにかくここで大切なのは1点を入れるということだ。んー、しかしどうだ、足を向かないか。3ボール、ボール先行。甘いっちゃ甘いけどね、打ちたかったよ。投げました。ここで入れてくるか、フルカウント、まずいぞ。さあ6球目、どうだどうだどうだ、ホームは、イエスイエスイエス、ホームは、よーし、内野ゴロの間に1点だ。矢田今季初打点かな。まあ、ちょっとヒットだったりね、最後犠牲フライ打っての1点が良かったんだけどね、あまり好ましい点の入れ方じゃない。おーイエス、エンジェルひじりちゃん今季初ヒット、1安打目ですね。イエース打てたね。そして陽大館、ここで来たよ陽大館。みんなのアイドル、ど真ん中失投じゃないか。みんなのアイドル陽大館、君の笑顔は誰よりも可愛いが、ここは凡退だ、帰れ。お前の笑顔など見たかないわ。ダメ、ここは凡退でも1点入ったからね。はいはいはい、3回に内野ゴロの間に1点が入り先制点ですね。正直ダルビッシュだからね、もう点取られないよ。おお、ダメダメダメ、スローカーブがちょっと甘く入っちゃったかな。もう俺はこの、うわいかん、入った、いけんでしょ。わーお、1点取られた後にすぐ1点、同点本塁だ。ダルビッシュ、あのスプリットが打たれるかい、マジで。自信のある変化球なんだけどね。くっそー、1点取ったのに、もう最悪だね。あれ打たれるか、甘く入ったかな、オチがちょっと甘かったかな、ちょっとだけね。何してんの、いまだにもう何をしてる、なんだこのエラー続出は。落とす要素ゼロじゃん、もう小学生からやり直して。何しとんねん、ただでさえホームラン打たれてね、流れが悪い状況でまた流れを悪くするのか。よし、ここは高めの釣り球、ワンアウト。いやいやいや、エラーが続出。川崎ここはゲッツでしょ、あ、ゲッツゲッツゲッツ、うーん、ゲッツは取れないか、最悪だ。これでツーアウト、ランナー一塁で丸。いやもうほんとひどいね、俺は怒りたくなるよ。ゲッツー続出、川崎に続いて今成も、まあ、川崎の打球はねちょっと強かったんでね、分からんこともないが、今成に限ってはですよ。お前何しとんねんと、お前何やらかしてくれとんねんと。ダメ、1点取られた、現在同点だ。せっかく先制点取ったんだけどな、まさかその次の回にすぐホームラン打たれるとは思わんかったわ。いいとこ決まったと思うんだけどね、ちょっとだけ高かったかな、もっと低かったらアウト、もしくは空振り取れてるからね。中島のりゆき行こう。ここはもう長打狙いですよ、長打長打。打ち損じた、内野安打はないよな。ダメ、中島2打席目はセカンドゴロ、ここでキラだ。今日は5番に入れてますね。よし、取られた、どうだどうだ、うわー、センターフライだー、捉えたのに捉えたのに。さて、やべ、行こう、やべ、君が試合を決めるんだ、まだ4回だけどね。やべ、頼むよ、サクセスキャラのやべ、チャンス F ついてる、やべ、落ちるか落ちるか落ちるか、際どいとこ、ここはライトに取られたね。手前に落ちてもいい打球だと思うんだが落ちなかったよ。さて守備だ、おお危ない、すっぽ抜け、ど真ん中に行かなくてよかった。イエス、いやいや、もうダルビッシュは1点も与えないからね、もうできれば完封で行きたかったけど、まあ1点取られたんだからしゃあない、もう1点もやらない、決まった、いやいやいや、バットの先っぽですよ、ついていくのが精一杯というとこかな。わかりますよ、気持ちは、気持ちはわかるね。相沢か、
ちょっとね、アイザーも怖いぞ。おうおうおう、どうだどうだ、川崎取れないか。川崎取れない、取ってほしかったよ。変化しなかったね、今スプリットだったかな。さてまずい、またもランナーを許しての4回だ。外外、よしよし、外振ってくるね。とりあえずど真ん中、失投だけは避けねば。落として、イエス決まった、スプリットね。これ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 、投げときゃ抑えられる。さっき誰にホームラン打たれたんだっけ。あ、8番バッターに打たれたのかな。そうだよね、その後ピッチャーだったもんね。うわ、下位打線に打たれたのか、ましては8番に。悔しいな、ほんと悔しい一発だったよさっきのは。ならばこっちも一発打てばいいだけの話だ。よし、ボール、いいぞ。さて5回、ここまでチームは1-1。どうだ、落ちろ落ちろ落ちろ、ダメだ、ショート菊池の時点で差し出る。菊池ショートやってんのか。菊池ってショートやったことあんの。ずっとセカンドなのかな。ショートっていうのは一番難しいポジションだよね、野球の中で。なかなかね、身体能力がないとできないポジションなんでね。セカンドもそうですけどね、やっぱ一番難しいのはショートなんだよね。セカンドはこれファーストベースに近いけど、ショートは遠いからね、肩力もないとダメなんだよね。セカンドは別に肩力なくてもアウトにできるんだけどね。よし、だからメジャーのショートとか見ててもびっくりするよね、何あの返球っていうね。座ったまんまでこの日本人が立って本気で投げたよりもっと速いっていうね、恐ろしいよ。皆さんもね、このね、YouTube で見てみて、メジャーのショート、あの、総編集、あの、まとめてるやつがあるからね。なんていうの、総集編か。そうそう、総集編だ。それあるから、ぜひ見てみて、恐ろしいからね。しかし、ここはダルビッシュで打てず、5回は三者凡退だ。詰まった打球しか出ないな。あー、さっき土井に打たれたのか。スプリットだよね。いや、ほんと打たれる要素ゼロのスプリットですよ。なぜか打たれたかわかんないけど、なぜ打たれたのかはね。さて、下位打線にホームランを打たれたが、ここは、よーし、今なりよく取った。これでさっきのエラーは帳消しだね。素晴らしいよ。ヒットコースだよ、確実に。これで許してあげよう。ちょっと怒りを感じてたけどね、今なり君にはね。おい、ちょっと待てと。もうやめとこう。言葉が出てこない。よし。はい、これは三振。あっさりいただきました。ツーアウト。うん。で、菊池だ。菊池は今日まだヒット許してないからね。出塁は許しましたけどね。エラーでの。しかし、ここも抑えて。はい、センター、よう抑えて、スリーアウトね。これで終わり。6回行こう、6回。6回はリードオフマンから始まるこの打線だ。矢田は先ほど今季初打点。この試合1点目をね、内野ゴロの間に入れたが。よし、3打席目で今季初ヒットですよ。矢田は僕が取ったドラフト選手なんですけどね、本当よく打ってくれる、3割も過去打ってますからね。前年はちょっと2割8分と寂しい数字になっちゃったね。3割打てる逸材だと思ってるんで。さて、ひじりちゃん6度ですよ皆さん。エンジェル、エンジェル、自慢じゃないけどエンジェル、イエーイ。自慢じゃないんだけどね、うちのエンジェルですよ。よし、来た、どうだどうだ、あーダメだ、ライトライナーか。戻れ戻れ、ファーストはよし、セーフ。危ない危ない、飛び出してたね。うわー、打球自体はかなり強烈だったんだけどな。強烈だったけどね、ただ強すぎた、勢いがありすぎた。おー、どうだ、ライトライト、はい、行くか。あー、切れたか。あー、外のクソボール手出した。ボール球じゃねえか。あー、要は三振の特殊能力を持ってんのか。あ、マジで要大か持ってる。あ、そうだな、要って結構三振してるもんな。いいよね、要は5ツールプレイヤーかな。足もあって、走力もあって、守備もできるというね、守備もいいっていう理想的な選手だよね。ここはファーストゴロの間に進塁打にはなったが、個人的にはヒットを打ちたかった。矢田は走力のある選手なんでね、シングルヒット1本でホームまで帰ってこれるランナーだよ。ここで欲しいのはやっぱヒット1本、ホームランではないね。勝ち越し、勝ち越すっていうことが重要。次キラーだからね、別にここでフォアボール与えられてもいいぞ。よし、来た、落ちろ落ちろ、手前に落ちろ。うわー、今日はことごとくライトに邪魔される日だね。何、ライトデーなの、ライト感謝デー。ねえ、勘弁してくれよ、今のも落ちてるだろう。打球が強すぎるんだよな、流した打球多い上になんか微妙に捉えてるからさ、だからなんだよね。うわ、もう今のなんてもう腹立つわ、真正面すぎるね、いくらなんでも。点入るチャンス何度も巡ってくるんだけどね。引っ張った打球は取れない、ツーベースか。
ダメだ、スローカーブ投げすぎた、対応しすぎたね、スローカーブはもう1回に1球2球投げる程度が一番だ。投げすぎたらそれはもうただの甘い球だからね。タイミングさえ合わせれば簡単に打てる球だから。うーん、先頭バッターツーベースまずいぞ。ダルビッシュこの6回ピンチを招いている。進塁打すら許さないからね。ここで欲しいのは三振、はい、高めの釣り球、これが有効ね。高めの釣り球&ナイスピッチが決まればほとんどの確率で CP から三振が取れるね。まずは決めてきました、投げた、このナイスピッチ機能は本当優秀だよ。つけてくれてありがとう。たまにナイスピッチでもドバコンを行かれる時あるけどね。よし決まった、これでツーアウト。困った時は基本ここ投げればいい。難しいけどね、ナイスピッチで投げるのは。よし、どうだ、イエーイ、ショート真っ正面。この回先頭バッターにツーベースを許したが、後続のバッターを確実に抑えて完璧にね。松田ズームズームスタッフ、なんとか失点は免れたよ。さてフィリップス、フィリップス、おいえ来たよ。頼むキラ、ここで一発カモン。キラには基本一発を期待しようかな。打率はあまり気にしない。長打力あふれるバッターになってほしいね。基本は代打で使っていくから、今日は何度も言っている通り荻野の代わりに入れてるだけなんでね。あー、しかしここはちょっと適当に振っちゃったな。アウト、打てず。さてやべ、今日はまだヒットなし。ボール、あ、入ってんの、入ってるね、思いっきし。よし来た、やべ、今季初ヒット、センター前ヒット、ナイス、よく持っていったよ。いいぞいいぞいいぞ、よく持っていった。さーてここで今なり続いていこうか。7番、次8番だよね、川崎か。2者連続ヒットですよ。川崎にチャンスで回すんだ。ランナーを警戒してるね。残念ながら盗塁はしないぜ。しようと見せかけてしないぜ。どうだどうだ、落ちるか落ちるか、落ちろ。ファールゾーンに落ちろとは一言も言ってない。フェアゾーンに落ちろと言っているんだ。ダメ、これはスライダーについていけず、打ち損じてのショートフライ。これでツーアウト。川崎頼むよ。でも次ダルビッシュか。うわー、これどうしようかな、迷うとこだな。ダル、川崎で決めてくれたらいいんだけどな。盗塁もやってみようか。盗塁いこう、盗塁。よし、スリーボールでしょ。いこういこういこう。第4球をランナースタート、ちょっと遅かった、どうだ、一人のランに当たった、落ちろ落ちろ、落ちない、ちょっとタイミング遅かったね。結果的には一人のランになっちゃったよ。アウトになるかなと思って結局振りに行ったんだけどね。うーん、7回の裏だ。盗塁難しいよね、パブロ君。なかなかモーションが盗みづらいんだよ。7回の裏のマウンド抑えていきたいが、よーし、先頭バッターひじりちゃん、よく取ってくれた、ファーストライナー。イエー、この外から入ってくるスローカーブを対応するよ。中島、中島取って、ツーアウト、いいね、内野安打はないわ。よし、どい、今日はソロホームランを許してる。このバッターにさえ打たれてなければ、今も勝ってたんだけどね。はい、これで3アウト。これ延長戦もあるな、長い、長くなりそうだよ。いやいや、まだ8回ですからね。ダルビッシュ、いや、ダルビッシュまだ行くよ、スタミナもあるしね。とりあえず球数を稼ぎましょう。ここは球を見る、見て見て、第3球を投げた、ボール、いいね、ここはよく選びました。カウンター2ボール1ストライク。よし、追い込まれたんで打ちに行きましょう。第5球投げた、ボール、いいぞ、ファーボールでもいいぞ、ファーボールでもいい、イエスイエスイエス。いや、もうここはちょっと勝負に行こう。ダルビッシュを変えよう、代打行こう、ダイソーダイソーダイソー、ダイソーにね、今日足が速い荻野、ああ荻野、荻野って走塁持ってたっけ。走塁は走塁 B か、イチローは確か走塁、イチローも走塁 B だよね。走力を考えればこれは荻野だよ。よし、荻野行こう、荻野カモン、はい、ダルビッシュはもうここまででいいでしょう。荻野荻野荻野、イエー、ここでやだ、運動者1球、ああ盗塁を警戒してるな。残念ながら盗塁はしないよ、盗塁を警戒してるがしないよ、バントもしないよ、打ちに行くよ。足の速いランナーが塁にいるんだからね。さてノースリー、1球見よう、1球見ちゃいましょう。無条件に1球見ちゃいます。どんな甘い球来ても1球見ちゃう、よし、でこれで打ちに行く。スリーワン、めっちゃ警戒しとるね。まあしゃあない、盗塁 A 持ってるからね。よしよしよし、これでノーアウトランナー二塁一塁。ここでターニングポイント、ひじりちゃんですよ、天使ひじりちゃん。今日は1本のヒットを打っている。
ここで打ってくれよマイエンジェル。勝ち越しだ、打つんだ。荻野の足を考えればタンダーシングルヒット1本で帰ってこれるからね。ただ無茶はしないけどね、ノーアウトですから焦るシーンでもないからね、確実な盗塁ですよ、走塁ね、うん、さて3ボール、またボール転向。これ1球見て、1球見て、いい、いい、打ちに行くカウントではない。よし行こう、今行こう、次行こう。よし、またもフォアボールあるか。ここに来ていいぞ、次につなぐことも大切だ。はぁ、いってないでしょう、頼むよ。よし、捉えた、捉えただけは、捉えただけは、行くか、行くか、行くか、どうだ、どうだ、どうだ、青木のは、青木のは、青木のは、イエース、勝ち越し成功、ナイス。やっぱ青木の優秀すぎるね、足が速いっていいわ、ナイス。今季初打点は勝ち越しタイムリー、ひじりちゃん、ナイス。エンジェル、フォン、最高すぎるね、このエンジェル。皆さん欲しいでしょう。やらないよ、これは私の彼女だ。はははは。よし、来た、行こう。もう勢いに乗ってますからね、もうこの勢いを止めることは誰にもできない。ここでまだヨウですからね。どうだ、打ち損じた打球は残念ながらレフトフライか。レフトフライでワンアウトランナー二塁一塁、まだチャンスは続くからね、ここで打っていかないと。ダメ、中島に一発を期待しようか。カモン、流れは確実にこっちに来てるからね、この流れを止めないように。第3球を投げました。うわー、これは打ち損じてインフィールドフライ。でこれでツーアウト、まずい、後が続かん。確かに1点取ったが、1点取ったが、はい、残念、後続かず、勝ち越しに成功したが2対1。ほんで荻野をですね、荻野、キラーもう変えましょうか。キラーを変えて、んで、中継ぎはね、葵ちゃん行こうか。あ、枠員になってる。なんで、ちょっと待って、キャンセルで、葵ちゃん行きましょう。中継ぎ、葵ちゃんを投入で、ほんで、荻野はそのままライトにつく感じでいいでしょう。守備力もあるんでね、肩力もありますから。よっしゃ、葵ちゃん今季初登板ですよ、皆さん。葵ちゃんで広島打線を完璧に抑えたるで、行こう。マリンボールが持ち味の、葵ちゃん、あ、堂林じゃないか。確かあれだよね、堂林の奥さんのアナウンサーの方、妊娠したよね、堂林、おめでとう。あとは君が活躍するだけだよね。うん。未来ある若者ですからね、ぜひ活躍してほしいよ、イケメンだしね。さて、うん、決まらんね。ここでは悪いが、堂林、抑えさせていただくぞ。決まらんね、いかんいかんいかん、先頭バッターフォアボールあかんよ。イエス、低めマリンボール、これは打てない、堂林グッバイ。潮吹いとるからね、こっちは。さて菊池を抑えていこう。先頭バッターストライク、葵ちゃん、ここは確実ね。よし、ツーストライク、いいね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 。ボール外れての、外から入るマリンボール、流した打球はイエース、ナイス、強烈だったが、ひじりちゃん取ってツーアウト。さて葵ちゃん、この回を抑えることはできるか。イエス、カーブ全くタイミングが合ってない、ツーストライク、おー、いいね、ボール球も振ってきてくれる。で1球ストレート見せての、この内角に入ってくる、食い込んでくる塩ボール、はい、グッバイ、ふぅー、葵ちゃんナイスです、ナイスデゲス。さて最終回の攻撃でございます。この回も当然打っていきますからね、うん、やべえわ、この今季初ヒットを打ったよ、この試合で。ここでも打ってくれ、初球ファール。さあ次の投球、投げた、これは抜けない、セカンド取ってワンアウト、抜けてほしかったね。この試合はいいね、あの打球というのは出てんだけどな。お、どうした、流した打球は、流した打球は、イエスイエス、今なりナイス、ツーベースかな。ナイス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 ナナナナイスフォール。流した打球だったね、内角に来たストレートだ、引っ張ればよかったけどね。ただ逆についた、逆をついたね。さて今日はツーベースを打ってる川崎、ここではどこだ、あー、ファールか、ダメ。初球ファールから投げました。お、どうだ、よーし、頭越えた、川崎シングル、来たか来たか、ホームラン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 、
セーフ3点目が入ったナイス川崎貴重な追加点だ。初球打ちだったかな今の。ショートの頭うまく越えてくれたね。ちょっと一瞬ショートフライかなと思ったんだけどね。よしここで一郎行きましょうよ。一郎ちょっと調子は悪いけどね、一郎は代打適性も持ってますから。はい来たよ。この5年目も一郎を使っていきますから。ワンアウトランナー一塁、ランナー一塁走者は弟子の川崎ですよ。ムネリンを返すことができるか。師匠一郎、皆さんもお願いするよ。一郎コールをね。一郎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 が、ここはファーボール。一郎代打で出てきてファーボールを選び、ワンアウトランナー二塁一塁、チャンスは続く。でここで矢田ですからね、今季初ヒット、そして初打点を挙げているこの試合。カモ、矢田で決めるぜ。流した打球はゲッツーはないか。セカンドランナーは、セカンドランナー一郎は刺されてゲッツーは免れたが、ツーアウトランナー二塁一塁。今日は2本のヒットの、そして勝ち越しタイムリーのひじるちゃんに回ってきたエンジェルですよ。皆さん巷で話題のエンジェルが今ここにおるよ。流した打球はファン、ダメ、タイミングついていけない。147速すぎる、やめてくれ。できればやめてくれ、控えてくれ。エンジェルやぞお前、エンジェルやぞ。第5球投げた、どうだ、落ちるか、あるか、ダメ。これはショート菊池追いついて、残念ながら 2打席連続タイムリーとはいかなかったね。際どいとこだよ本当。しかしこの回また追加点の1点が入りましたから、さて抑え出そうか。今季の抑えはね、中村ですよ。中村、これ広島の選手ですね。もう初期から入れてる選手ですよ。球が速いサウスポーのね、中村、行っちゃおうか。フルス相手に完璧に抑えよう。いやもうお前は最初からこの2軍ペナントのこのチームの中村だからね。広島にいた過去などないよ。さて今季の守護神は新守護神中村。うわー危ない、中村初球何やっとんねん、危ないよ。今丸が空振りしてくれたからよかったけどね。ホームランだからね通常。よしまずはワンアウト、中村を抑えて、あぶねえ、丸ね、丸を抑えてワンアウト。あぶない危ない、もうヒヤッとした今の、勘弁してくれよ。なんなの、ドキヒヤじゃねえかお前。よしロサリオ抑えて、ツーアウト。さあで開幕戦勝利まであと1人、相澤今日はヒット打たれてるけどね。よし慎重に慌てず、イエス。で最後1球決まった、どうだ、川崎取って、川崎取って、イエース。はい5年目の開幕戦無事勝利することができた。チームは3対1ですね。 OKOKOKK イエー。ダルビッシュもナイスピッチング、ただあの1点が悔やまれたね。ソロホームランのね、1点取った後の1点だからね。はい今季ダルビッシュが1勝目を挙げ、中村が1セーブ目を挙げました。今日の打撃内容を見ていきましょう。まずはこんな感じですね。はいはいはい、ちょっと中島キラで打てなかったのが痛いかな。この4番5番が機能してたらもっと点が入ってたかもしれない。おう川崎が2段マルチヒットで1打点、最高すぎるね。矢田もひじりちゃんも最高、天使エンジェル矢部でもヒット打てましたしね。さて投球内容はこんな感じでございます。ダルビッシュは7回を投げて1失点、そしてその後投げた葵ちゃんにホールドポイントがついてるね。1回を投げて無失点の完璧なピッチング、そして最後中村が1回を投げて、これも無失点という完璧なピッチングで今季1セーブ目を挙げました。はい開幕戦実況してみましたが、無事勝利することができた、最高に気持ちがいいね。抑え点も入り8安打ですよ。エンジェルで打てたのがなお気持ちいいっていうね。ほぼ行きかけました、申し訳ないね。お斉藤の能力が上がったね。はいじゃあ今週の実況はこれにて終わりにしたいと思います。これ、今回の実況ではね、5年目の開幕戦を実況してみましたが、無事勝利で飾ることができました。今季はもうリーグ優勝&日本一、
こちらの2つを必ず達成していかなければならないと思ってるんでね、絶対ですよ、絶対にね。うん、次回の実況ではですね、5年目4月の試合を実況していきます。最初に申した通りですね、このペナント実況は5年目で一旦終わりたいと思いますが、またですね、シーズン2と題しましてですね、新たな2軍ペナントチームを作りやっていく予定です。このシリーズ自体はね、まだまだ続けていく予定なので、皆さんもしよかったらね、見てくださると嬉しいです。もしね、ここまで見ていただいた初見の方いたらですね、この実況動画最初からね、見ていただければより楽しめると思います。お時間があるときは再生リスト作ってるので、そちらから一番最初から見てくださいね。じゃあまた今週の金曜日に実況動画出したいと思います。皆さん体壊さないようにね、また金曜日に俺の実況動画見てくださいな。じゃあまた会いましょう、バイバイ。